ニトクリスである。こたびは断罪のファラオとして冥府神アヌビスの代行者として、そして砂漠の夜の風としてお前の力となりましょう。我が同盟者、契約者、頭を垂れなさい。せいぜい手厚く遇するように。良いですね。おいしいおいしい、良い心がけですよ。もぐもぐ、どこまでも育ってみせましょう。もぐもぐ。ふん、やっと霊気が馴染んできたようですね。え、はい。神気が霊気からあふれ崩壊しかけている箇所が光っているのです。ん、何をそんなに慌てた顔をして。落ち着きなさい。どうどう。さらに霊気が馴染みましたね。良い傾向である。不敬には罰を、悪逆には罰を。良いですか、契約者。あなたは決して不敬と悪逆を行ってはならない。この霊気はアヌビス神の祝福と加護を多く受けている。それゆえのオルタ霊気であり、この私は今やニトクリスでありながら冥府神アヌビスの権限であるとさえ言えるでしょう。例えばそう、通常霊気の私とは違い、非常事態に際しても全くあたふたしない。ええ、そう、全く。そんな私なのです。褒めなさい。私がここに召喚された理由は簡単だ。この霊気の私とあなたが縁を結んだからですよ、契約者。当然のことでしょう。私がここに召喚された理由は簡単だ。この霊気の私とあなたが縁を結んだからですよ、契約者。つまりあの時あそこでキャスター霊気のニトクリスはこの私へと霊気を変えた。それそのものが縁となったのです。記憶として有してはいませんが、記録は参照している。以後はこの私が力となりましょう、契約者。ファラオニトクリスは復讐をなしながらも、その行為こそが神罰に値するものと受け入れ、自ら命を絶った。それは兄弟への愛とも、神官たちへの優しさとも、王としての示しとも言えるものでした。私は恩愁なき復讐者。本来、アベンジャーとして成立することのない英霊ですが、今は、あの怒りを無慈悲な裁きに変えましょう。神罰の執行者、それがこれからのあなたに必要な生きるための力なれば。何用ですか、契約者。顔を見に来ただけ。はあ、まったく、あなたという人は。この私はアヌビス神の権限でありつつ、同時に天空に座すファラオとも言うべき存在なのですよ。ですが、それでこそ我が契約者。不遜なれど不敬とは言いません。許します。さあ、望みを言いなさい、
一行してあげます。どこかに行きますか？行きますね。良いでしょう。対等の同盟とはいきません。この霊気の私は、さらなる高みにあるファラオ。無論、他者に貸し付くなどありえない。ゆえにそう、こたびのあなたは私の契約者とする。何かを望むのであれば、契約に基づき都度捧げ物をするように。良いですね。何か契約者？はいはい。契約者だと普通のサーヴァントとマスターと変わらないのではないかと。ええ、あれ？なるほど。ファラオ・オジマンディアス。通常霊気のニトクリスがどうだったか知りませんが、この霊気の私にとっては、そうですね。年若い弟やこのようなもの。なればこの私は、他のオジマンディアスの姉、あるいは母のようなもの。いいでしょう、ファラオ・オジマンディアス。お姉さんがいい子いい子してあげます。なんだか消耗が激しい気がするので、もういいです。うぐぐ。彼女がシェヘラザード。ほう、キャスター霊気のニトクリスが随分懐いていたと。まったく嘆かわしいこと。地上の神たるファラオが民と同じ地平に立つなどと。どういう人物なのか、まずはちょっと話をしてみますか。ジョーちゃん、このアヌビス神の権限にして天空に座すファラオたるこの私に不敬極まる。嵐だかなんだか知りませんが、不敬。ぐぬぬ。あれが神官たちの罪だけでなく、自らの弱さを断じるべきと決めた私か。弱々しいことこの上ない。あれでは確かに太陽の光と共にあるしかありませんの。ほう、冥界冥府の神が。なるほど、我がライバルということになるかな。あのお方は、いえ、ほら、あの青い炎を眼下に宿したドクロの山の翁と申されるのか。覚えました。好きなもの、そんなことを聞いてどうしようというのか。愚かなり契約者、私がちょいちょい出すアヌビス様の分霊を撫でるのが好きだということを、なぜあなたに説明する必要があるのか。あ、今のなし、今のなしで。嫌いなもの？その手にはかかりませんよ、契約者。この霊気の私は聖杯に何をも望まない。望みませんので。イベント開催中とのことならば、休憩は終わりです。起きません。あなたの生誕を祝いましょう。おめでとうございます。いずれ我が冥府のもとへ来たるその時まで、あなたの生命は輝き、旅路を行く。今日は盛大に祝いますよ。ご苦労、アヌビスである。もとい、今のこの霊気は、アヌビス神の割合が多くなっているのです。ですので今の私はニトクリスではありますが、ほぼアヌビス神でもあるのです。あるのだ。もろもろ気をつけるように。
美味である。良い心がけだ。どこまで育てるつもりだ。不敬とは言わぬ、褒めて使わそう。この霊気、よくぞ育てきってみせた。何？まだまだ育てることはできる。そうか、それほどか。そうか。不敬である。あまり近寄るでない。死にたいのであれば、話は別だが、おっとすまん。今危なかったな。我がちょこんとでも触っていたら、お前死んでいたぞ。もろもろ気をつけるように。触ると死ぬのか、だと。死ぬぞ。というか、今の我はニトクリスのイメージする死の象徴である。死そのものと言ってもよい。つまり我の干渉はすなわち死である。触ったらどうなるか。お前は死ぬ。我はアヌビスなのか、ニトクリスなのか、か。どちらでもある。ニトクリスの視点では、ほぼアヌビスである。アヌビス神の視点では、ほぼニトクリスである。何？よくわからない？わかれ。なんだ、真面目な顔をして。握手からお願いします、だと。ほう、ほうほうほう。死にたいのだな。何？違う。腫れ物に接するようにはしたくないだけだ、と。変わった自殺だな。何？違うのか。わからん。わからんが、お前がニトクリスと親しくしようとしていることは理解した。なら、たまには霊気を戻してやれ。我よりも私の方が、人のようにやりとりができるでしょう。何？それはそれ、これはこれ？面倒だな、お前。行くぞ、契約者。どこに？どこでもいい。行くぞ。お前はニトクリスと契約をしている。ならば、我が契約者であるな。契約者よ。生きているな。そうか。よし。オジマンディアス、貴様！我の愛らしいアメミットを貴様、ラムセーム・テンティリスの中に飼っているだろう。我のもお前のも分霊ではあろうが、それはそれ、不敬であるぞ、不敬。シェヘラザードか。ニトクリスが世話になっているそうだな。そうかそうか。おう、お前がアーラシュか。なるほど、アールマティーノ。それにあれだな、西欧今か。そうかそうか、なるほど。死の神がいる。カルデアとは何とも愉快であるな、死の神。いや、貴様は。貴様とは仲良くできそうだ。いや、仲良くしてほしい。名は何という？山の大きな。覚えたぞ。好きなもの、そういうのはニトクリス 100% の霊気に尋ねてやるがいい。嫌いなものか。狭いのは嫌だな。アメミットをな。
もっと広い場所に出してやりたい。まあこの霊気、この魔力では難しいだろうが、あれは本来もっと大きなものなのだ。聖杯か。あれこそ罪の凝集である。イベント開催中と聞いたぞ。さてどうする。誕生日、そうか。ん、無論ことほいでやろうとも。命なくして死はなく、死なくしては命の生まれいずる喜びはない。祝ってやろう。我がたっぷり祝ってやるとも。冥府と天空なる我、夜に輝く月と知れ。おいでませ、レフェルンスエンアヌビス。罪に罰を、死には導きを。ああ、その罪を墓に知り、我が連れて行こう。En la biografía de Nitocris Alter podemos encontrar que ella es la encarnación del juicio. Incluso en su forma de caster, Nitocris posee la faceta de la temible árbitro del castigo divino dentro de sí misma, y cuando ésta se manifiesta de manera excepcionalmente fuerte, toma la forma de este origen espiritual alterno, es decir, aquella similar a los vientos helados de la noche del desierto. Nitocris Alter. En lugar de ser la faraona que gobierna el inframundo a pesar de ser la encarnación del dios del cielo Horus, ahora es la faraona que habita en el cielo a pesar de ser la reina del inframundo, y la manifestación del dios del inframundo Anubis. Sin embargo, es imposible invocarla en la historia humana ordinaria. Nitocris Alter tiene una altura de 162 centímetros y pesa 51 kilogramos. Además de su alteración, Nitocris también se ha convertido en un espíritu divino a medias, y su corazón ahora está calmado como el hielo. La intensidad de la furia abrasadora de Nitocris ha hecho que pierda la mayoría de sus emociones, y así adquirió esta calma similar al hielo. No se puede observar duda alguna en el faraón que porta el nombre del juicio. Su forma digna, que no vacila ni siquiera frente a otros espíritus heroicos egipcios, recuerda a una faraona que enfrentó su destino como gobernante en lugar de quitarse la vida. Con la formación de su Saint Graf Altar, el espíritu divino Anubis otorgó a Nitocris vastas protecciones divinas. Aunque no ha formado un núcleo divino, la anomalía de Nitocris Alter es que su elevada aptitud como espíritu divino le permite poseer energía mágica a la par de los Servants con espíritus divinos. La razón por la cual su Sandcraft no se ha convertido en un aspecto de Anubis con un núcleo divino es posiblemente porque los faraones de la sexta dinastía de Egipto no lo desearon. Nitocris Alter tiene locura dentro de sí, pero posee más que suficiente razón para llevar a cabo los mismos crímenes premeditados que los de su leyenda. Esta habilidad no causa ningún defecto en su capacidad de razonamiento o comunicación, y el efecto que tiene en sus estadísticas es extremadamente mínimo. Normalmente, esta habilidad la posee únicamente la clase Berserker. Nitocris es una Evenge sin sed de venganza, y normalmente nunca sería invocada como una auténtica Evenge. Sin embargo, si por alguna razón peculiar se diera una situación en la que se estableciera con un Sandcraft Altar, Nitocris podría ser invocada como una Evenge única con las habilidades de clase de un Berserker, pero solo en ese caso. Alter posee una porción de la autoridad del dios del inframundo Anubis convertida en una habilidad. Según el libro de los muertos, Anubis medía los corazones de los muertos y los juzgaba según sus acciones en vida. Además, en su noble fantasma, Nitocris se manifiesta como un aspecto gigantesco de Anubis, el dios del inframundo y los muertos, trayendo arbitraje y juicio implacable sobre el mundo. Este aspecto es mucho más poderoso que la estatua de Anubis que aparece como guardián de Anpu Neptah-Kheser cuando Nitocris revela su nombre verdadero en su forma de caster. Al desatar su nombre verdadero, las mismas letras sagradas que aparecen cuando usa su habilidad Viento de la Noche del Desierto emergen. Estas son quizás la protección de la larga línea de faraones de la sexta dinastía de Egipto, que desean que el alma completa de Nitocris no sea consumida por el poder de Anubis y su inframundo.
Esta versión de Nitocris es una existencia que normalmente no puede ser invocada en la historia panhumana. Ya sea a través de la Guerra del Santo Grial o el sistema de invocación de Chaldea, es imposible invocarla normalmente. Si no fuera por los lazos forjados con ella en el Ostbelt de Sudamérica, seguramente no habría sido invocada en Chaldea. Para enfrentar a Camazotz en el Ostbelt de Sudamérica, Nitocris se quitó la vida al ofrecer su corazón, y al hacerlo, en lugar de ser la Nitocris que se suicidó como penitencia por el pecado de no poder salvar a sus hermanos y asesinar a sus sirvientes, se transformó en esta versión alterna de la reina del inframundo, convirtiéndose en una Avenger.